にちは。今日はあの緊急動画っていうか、急にあの撮ることになりまして、実は私もともと神戸でフランス料理の修行、フランス料理を目指してスタートをしたんですけども、その時に大変お世話になった私の恩師ですね、料理以外にもやっぱり人間の生き方、料理人としての、修行の仕方をもう、いっぱい教えていただいた、当時アラン・シャペルの上垣本ムッシュが今東京出てこられてまして、ムッシュの、作ってるクラブ・ド・タスキドールという会があるんですけども、その総会があって、その総会がこのアクアパッツァの近くであって、その会に参加された方々が9名ほど、こちらに今向かっているという情報が入りました。それでその方々がせっかく来られるんだったら動画を撮るということになりまして、その動画を今から撮ろうと思います。せっかくそのいうメンバーとうちの若いメンバーまず触れ合うチャンスがそうないと思うので、その方々に、その今の会のこととか、うちのスタッフに今急遽質問を考えさせましてですね、その質問に答えていただくというような、内容の動画を撮ろうと思ってます。なんかあと10分15分で来られるそうです。今からスタンバイします。すいません、お越しになられました。ごめんなさい。ありがとうございます。ムッシュすいません、動画撮らせてもらってます。大丈夫です、はい、久しぶり。よろしくお願いします。お願いします。すいません、撮っちゃダメよ。YouTuber だから。よろしくお願いします。どうも、どうも、すいません。どうも、こんにちは。こんにちは。こんにちは、どうも。どうもご無沙汰します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。お揃いになられましたので、もうこんな動画撮っていいのかどうなのか本当に自分で思うんですけども、うちのスタッフもちょっと出てきて、せっかくだからいいやお話、はい、ちょっとみんな出てきて胴巻きに座ってください。ちょっと向こうにも何人か座ろう。はい、おはようございます。おはようございます。まさか自分がこんなことやると思わなかった。YouTuber ですよ。YouTuber っていうか、はい、すみません。14万で儲かるらしい。14万。すみません、じゃあ始めさせていただきます。今日この近くでクラブドタスキドールという会の集まりがあったと伺ったんですけども、そのついでに寄っていただいてありがとうございます。その、会長と副会長の、上垣本ムッシュと三國ムッシュに。どういう会なのかちょっと伺ってよろしいでしょうか。はい、まず私の方からこのクラブタスキドールというのは3年前に立ち上げたんですが、その2年前にクラブドミオネ、ミオネというのはフランスの美食の町、リヨンの近くにあるミオネ村、そこには素晴らしいグランシェフ、私たちの師匠であるムシュアラン・シャペル、今は亡き、彼のないんですが、この彼の意向をですね次に伝承しようと。それ以外にもう一度フランスにはたくさんのグランシェフがいらっしゃいます。ジョエル・ブッション、ボキューズ、ムシュ・ウチェ、ムシュ・ピック、素晴らしいところで修行した人、また修行したくても行けなかった方で、フランスと日本の食を助けてもらおうと。そして三國さんとアラン・デュカスさんと私でまた3年前に新しいタスキドールを。タスキドールというのはこのタスキがですね、フランスと日本、そして日本の生産者、もちろんフランスの生産者を含めて、今後私たちが学んだグランシェフのエスプリを次の世代に残していこうということで、ムシュ・デュカス、そしてムシュ・ミクニと、そして今は50人の会員でですね、タスキで
日本の食を元気にしようということで、で今日たまたま会合とか理事会がありまして、こういう大変な時期に会員であるアクアパッツァのですね日高シェフにちょっとエールを送るに、みんなでまあお酒じゃなくお茶で乾杯しに行きたいという感じですね。以上、タスキドールについては簡単ですが、はい、こういう感じです。ありがとうございます。三國シェフすみません、もう本当に、ね、このお二人が揃ってるのを見ると、もう、まあ、我々がもう料理の修行を始める頃にこのお二人の本を見て、海外での修行の、心構えといいますか、何ですか、憧れを持ったですね。そしてまた今現在三國シェフの YouTube の世界でもうすごい毎日毎日配信されてるじゃないですか。そのバイタリティっていうのは一体どこにあるんでしょうか。ちょっとさっきのあれと変わりましたけども、そこを伺いたいなと思いまして。はい、ユーチューバーの三國です。先本シェフとは僕がスイスの20歳の時に、カピタキシェフと出会いまして、まあ、それからずっと、もう何年になりますかね、40年過ぎて、もう50年近く先輩なんですけど、まあ、兄弟みたいなもんですよ。上田亮さんは九州で、僕は北海道で、よくジュネーブでスイスのフランスのね、サンモリッツ行ってスキーを教えてました。そうです、彼にスキーを教えてもらったんですね。初めて、私の初めてやな。フランスのグラモンテって45度あるんですよ。で、滑れないのに連れてって握ってましたね。あれ、マシケ世代で鹿児島なんか雪降らないんですよ。彼、北海道のマシケで雪だらけで、彼にスキーできるって聞かれて、ああ、できるって言って、で、まあ、できなかった、スキーの投げてさ、いや、だって45度、グラモンテってプロでも滑れないじゃん。いきなり連れて行って。そう、3年前だって。腰抜かして腰抜かすところが滑れないんだからさ。これでいいって言い訳がね、これ鹿児島の雪質が違うな、スイスの雪質が違うから滑れないね。まあそういうね、いろんな長い付き合いで、まあアラン・シャペルさんってところでつながってて、はい、で僕日高シェフが覚えてますよ。僕が28の時に、はい、彼がね、カルカクモさんが挨拶に行けって言って、バイクでヘルメットをかぶってきたんですね。魚座の時に。そうそうそう。で、えってどうするんだって、いやこれからフランスに行きますって言って、覚えてます。フランスじゃなくて、イタリアです。イタリアから行きますと、そうかって言って、で、ね、でも今やもう、ね、イタリア界のな、イタリア界とお互い YouTuber で、どう、まあ、YouTuber どうでもいいんだけど、いや、仕方もないです。僕もそうそう浮かれる感じで。頑張ってんだ。はい。だから私らタスキドールも YouTuber は使うかな。いや、もう、だから YouTuber2 人いますから。ね、いいね、ね、川野シェフとか渡辺シェフさ、佐々木シェフとかさ、北村シェフも、この、そうそう、まあ、いっぱいスーパースターがいるので、日高シェフ、インタビューしてあげてください。はい。はい、いや、本当ありがとうございます。いえいえ、はい、ありがとうございます。あと、うちの、シェフの、河合直美が、代表して、皆さんに、質問したいということで、さっき、一生懸命考えました。どうぞ。はい、すみません、よろしくお願いします。河合と申します。よろしくお願いします。河合です。よろしくお願いします。今日料理期待してるよ。あ、よろしくお願いします。頼むよ。はい。すごい、プレッシャーが。皆さんにちょっとご質問させていただきたくて、アラン・シャペル、グランシェフとか、あと、ジョエル・ロブションシェフ、あと、アラン・デュガスシェフとか、いろんな、本当にフランス料理界の、すごい方々の、フランスでの修行の時の思い出話とか、なんか心に残っていることとかっていうのがあったら、ぜひお聞かせ願いたいなと思います。お話1日かかるよ。あ、そう。大丈夫です。初代シャトーレストランのシェフ、ロブションシェフ、この人お願いします。はい、僕はロブションと仕事してて、毎日が怖くて、手足を震えながら、働いた思い出がございます。はい、毎日ですか。僕だけじゃないです。社員20人みんな手足が震えて、そういう時代です。で、震えなかった人がここにおりますので、本当にありがとうございます。
鍋の泉の渡辺シェフです。渡辺シェフ痩せなかったの？その頃からこんな体重。いや、痩せてました。痩せてました。僕はまあ、シャトーの、日本人初代が川野シェフで、2代目が、段崎シェフ、私3代目なんですけども、まあ、日本でのロブション氏の姿しか見たことはないんですけども、まあ、とにかく調理場では隙を見せたらいけないというか、逆に慣れ慣れになってくると、あちらもそうですけどこっちもやられるというか、むしろロブションの前で絶対隙を見せないようにとはスタッフみんなに言ってました。でとにかく厳しいガラディナーの1週間とかなるんですけども、僕はいつも厳しいのは当たり前で、1週間経ったらむしろ帰るじゃんってみんなに言いながらとにかく1週間をフルスロットルで日本チームが一番だぞっていうのを見せてあげようって見せようって、そういう心意気でやってたので、特に厳しいって思ったことはなかったですけども、とにかくすごく味覚に厳しい方で鋭くて何でも見破られましたね、はい、ちょっとタイミングがずれたもんで、彼の前を通過する料理は本当に最初の10皿ぐらいは本当に全神経で見ていかないと、もう全部弾き返されたっていう思い出があります。でも本当に葬儀もね、この間亡くなりになりましたけど、菅野シェフと一緒に行かせていただいて、なんかね、なんか寂しかったですけど、すごく感謝しかなかったですね。でああいう方に実際自分たちが作った一皿を味見ていただいたっていうのはすごく財産になったので、ずっと大切な思い出としてなんか語っていけたらなというか、怒られたこともいっぱいありますけど、はい、褒めていただいたこともまあ少ないですけどありますので、そういうのを次の世代の方たちにお話しできたらなと。じゃあ北村君さ、はい、ジラルで亡くなった時2人で葬儀行かないとね。そうですね。で北村シェフはまあ、ジラルでっていうね、当時厨房のモザっていうね、モーツァルトと言われた最も多分北村シェフ、僕は入った頃本当フランス語もできなくて、もうアプランティア サラライア鍋洗いやってましたけど、彼はもうレギュラーで何年ぐらいいたの？ジラルデは5年ですね。5年です。ムシュジラルト5年で、あとのフィリポッシャーとは2年、うん、ロブションにも行ったんだ。ロブションさんには1年、ね、ジャーマンの時にいました。ぜひジラルデさんの話をします。そうですね、最初私がジラルデという名前を知ったのは三國シェフの魚座の時でした。そしてその、魚座のでいただいたムニュードムシュジラルデを、いただいてから、まあ、いつかジラルデで働きたいなと思って、そして幸運なことに川野シェフの後の4番目の日本人として、先輩が三國シェフ、深津シェフ、そして川野シェフとしてその後僕でしたので、非常に大変なところに来てしまったなと思ったんですけども、最初の3年働いて、その時は込みでした。でもその後、3年間バーゼルのストッキーと店で働きまして、そして戻った時にですね、今度はシェフパルティで働くようになった時の目線の違いで、ジラルさんが何を求めているのかということが分かるようになれば、非常に仕事はスムーズに進みましたけども、ただ毎日緊張感の中、F1 レーサーのような本当に緊張感のようなある調理場でした。そして私は13年ヨーロッパで働いて、三國シェフからお声をかけていただいて、名古屋のマリオットアソシアホテルの三國名古屋の料理長をさせていただきまして、今現在、17年になりますけども、グランタワーの北村というお店を名古屋で開いております。ありがとうございます。じゃあ次、カレー。そうですね、今、いや、多分ね、ボーキューゾーンの2008年で日本代表、まあ、アジアのチャンピオンになったどれ、佐々木康二が、綾康二が、まあ、今大阪のプレスキルですごい人気のある店をやってます。佐々木さん、一言何か。はい、大阪淀屋橋でレストランプレスキルのシェフやってます、佐々木です。ですね、私が、一番最初に、神戸のアランシャペルに入って1ヶ月後ですかね、イベントがあったんですけど、そのイベントというのがキノコを題材にしてアラン・シャペルさん、そして
ジョエル・ロビッションさんコラボだったんですよ。で私にとってもイベントっていうのは最初だったんですけど、まあとにかく朝6時前に入って、まあロビッションさん、アラン・シャペルさんは、食事に行かれたりするんですけど、我々休憩10分もなくて終わるのが12時ぐらいだったんですよ。でその間ひたすらキノコだけ触ってるとかひたすらあのロビッションさんのタルトポンブ、リンゴをひたすら切ってるとか、そんな思い出がいっぱいあって、もうとにかくあイベントってこんな嫌なものかなっていうのがあったんですけど、まあそれが特別本当に印象に残ってて、まあ、一番最初にそういうイベントができたのは良かったかなっていうふうに思ってます。まあ実際ミオネで働いたというか研修したのはもうアラン・シャペルさん亡くなって、フィリップ・ジュスっていうシェフが、シェフをやってる時だったんです。まあ息子の、2人も少しだけ関係したんですかね。ミオネ70周年、神戸が30周年っていう年に、ちょうど、ミオネのアラン・シャペルが幕を閉じたって、まあ、その時にシェフに関わらせていただいたっていう、そういう思い出があります。ありがとうございます。ボーキドールの、ボーキドールのあれはいいのか言わなくて、ディオールの大丈夫です、やめときます。ボーキドールの、はい、次、太田シェフ、今回新しくこの私どもの会 の, あの理事になっていただいて、何か一つ、いろんな方とのイベントをやってますけど、リーガルイヤル、シャンボールは、はい、大阪のリーガルイヤルホテルの太田です。であの私はあの直接シャペルさんとかミッションさんとは関わりはないんですが、ホテルでもう20人近くのフランスのシェフたちとイベントをして、いろんなテクニックとか、考え方とかいろいろ勉強させてもらいました。特にあの印象深いのはやっぱりあの、ロワゾさんが来られた時のイベントで、やっぱりあのすごいあの情熱というか、あのフランス料理にかける情熱がすごくて、やっぱり素材というかあの野菜そのものをすごい上手に扱っているのがすごい印象的でした。あとはあのラムロワーズさんが来られた時もすごい印象的で、あの時初めてあのまだ20年くらい前ですかね、もう真空調理をされてて、あの鳩にトリュフをまぶして真空調理をしたのがすごい衝撃を受けました。すごい私の財産になっています。ありがとうございます。シャンボールはですね、これも私手前味噌で悪いんですが、日本人で初めてシャンボールで2日間、あのもう何年前かな、18年ぐらい前かな、あのフェアをさせていただきました。で続いてあのホテルオークラベルエトップでも日本人初めてあのイベントをさせていただきました。あの本当にあのリガロイヤルさんは素晴らしいフランスからのシェフを呼んできてですね、スタッフも素晴らしいですね。まあ、やっぱりあの関西をはじめいろんな大きなホテルを7つほど今あるんですかね、そういうところの統括のフランスシェフですね。まあ、関西のもう第一人者です。で次はあの小峰、今あの私どもタスキドールの事務局をし、なおかつターブルコンまで野菜の料理でですね、あの名を馳せた、まあ、今も現役で頑張ってる小峰シェフ、何か一言。僕がまあシャフに入ったのが、ポートピア博覧会の年の81年、日高シェフとほぼ同期なんですけど、日高シェフの方が先にアランシェフにいまして、僕が3ヶ月ぐらい後に、シャペルに入りました。あのシャペルの思い出っていうのは、あの一番印象が強いのは上上さんなんですけど、いっぱい怒られた思い出たくさんあるんですけど、あの野菜も怒られてましたね。はい、野菜会議の中に行って20歳のこの年になると一緒です。いやいや、あのその野菜と素材とのマリアージュというか、あの魚だったり肉だったり、その野菜とこう掛け合わせた料理っていうのがすごく印象深くて、その田舎料理ではないですけど、
その野菜の使い方っていうのがすごく上手だなっていうのがすごく印象に残ってて、まあ、それがあのフランスに行ってもすごくフランス人のシェフが自分の畑で野菜を作って、それを自分のレストランに使ってたりとか、でそういう仕事をすごくやってたので、それが印象深く残っている思い出です。以上です。ありがとうございます。はい、井村シェフ、はい、はい、何か一言。はい、私事務局員をさせていただいております井村と申します。私は1990年代にハウステンボスがオープンした時に上垣元ムッシュの下で修行をさせていただいて、でまた2000年からは小峰シェフ のレストランの方でラターボルドコーマで数シェフをさせていただいておりました。もうお二方ともにも本当に同じアラン・シャペルのエスプリを非常にたくさん学ばせていただきましたので、まあ、今後ともしっかりとやっていきたいなと思っております。最後は僕のライバルの YouTuber の日高さんインタビューシェフと変わって日高シェフの感想シェフに渡してカメラが失礼します。日高シェフ、マスクを取って、だからこっち、ここに来て、真ん中に後ろに、そうですか、ちゃんと撮ってください。はい、重いですね。自分は本当に怒られてばっかり、もうどんくさい典型でした。どんくさいがゆえに、自分の進路はこの先輩方の後追いかけてってもどうだと思って、違う道を歩もうと思ったのがやっぱきっかけですね。そのきっかけだったのはやっぱりスパゲッティカルボナーラで、毎日作っても飽きない、毎日食べても飽きない、そちらの方がやっぱりフランス料理は面白かったんですけども、自分の方に向いてんじゃないのかなっていうふうに、毎日食えないしねいうふうに思いました。でもこの二人の修行時代の本これはもうバイブルでして、私イタリアに行ってもやっぱその二人の修行時代の考え方であったり、その外国人との触れ合いの仕方、そして自分自身のモチベーションの保ち方、こういうものを常に持ってたから、イタリアまだ日本人少なかったんですけども、いろんな人に可愛がってもらって、今があると思います。僕もね、ずっと、8年ぐらいヨーロッパにいたけど、そうだ、今言われて上垣元さんと僕ぐらいかな、フランス人と、我々日本人じゃないですか、フランス人とフランス行ってどうこう対等ね、で対等以上にやるかっていうのは圧倒的、僕もいろんな日本人知ってるけど、まあ、神さんまだ断トツですけど、いやいや我々それは意識してたよね。そうです ね、まあ、先輩の中村勝弘さんとか、シェイロの井野さんとかがやってきた、はい、まあ、先輩方がねきちんとやっていただいたんで、私らも働きやすかった、うん、今でフランスで星を取ったとかいろいろみんなやってるけど、それはやっぱり先輩方のやってきたことに感謝しながらさらに進化していく、そういうので、まあ、日高シェフはですね、はっきり先ほど言ったよく怒られた小峰シェフとかまだいっぱい怒られてるんですよ私に怒られてないシェフは、まあ、誰もいないぐらい、まあ、誠心誠意やっぱアラン・シャペルの三つ星を30つで背負ったりがものすごいプレッシャーだったしね、いいものをいい文化としていい料理人のその魂を伝承していくのは私らがフランスの国、あるいは日本の中の先輩方、そしてこうして頑張ってる日高シェフとか周りのたくさんのシェフが今大変じゃないですか、世の中このコロナで、だけどコロナと戦うんじゃない、コロナとともに私たちがやっていかなきゃいけないということはとにかくやらなきゃいけない。でやっぱり料理人というのはですね、地域社会 の生産者を大事にし、やっぱり助けをしている、そして食べて、でやっぱり私らフランス料理をやっているじゃフランスにお世話になったので、フランスへの恩返し、その師匠へ対してのそのエスプリを次の世代に、先ほど言いましたタスキで、金のタスキ、それはもう情熱以外にないんだ。それでこういう今ですね、コロナで大変でこの赤パッツァの
彼の頑張ってるこの料理、スタッフのこの姿勢、やっぱり私らが何かして集まろうということでですね、この会は本当まだまだできたばっかしの会ですが、元気にしていこう。その元気で私ら料理人の原点は何かというと、感謝以外にないんです。まあ私が前々から言ってる料理とは、掃除に始まり掃除に終わる、全てに感謝以外にないんじゃないか。いや、日高氏、そうやろ。じゃあ日高さん、僕まとめて。自分で仕切るんだから、あんたの番組違うさ。この人のライブ、ライブ、ライブ、あ、ライブって言ったらよかった。やらない。これもう本当紙動画です。もうこんな動画を YouTube で見れるあなたは幸せです。ぜひ見ていいなと思ったら、本当に料理やってる方みんな見るように言ってください。そしてもう三國シェフの動画、本当紙動画っていうか、あの3年間ずっと毎日ねやるっておっしゃってましたよね。もう1年過ぎましたんで、はい、毎日アップします。あのエネルギーってやっぱすごいと思う。早く大抜きよ。いや、無理です、無理です、期待してた。そう、無理です。いや、もうさっきビビってたじゃない。あ、ごめん、言うたいかんと。めろかさ、このいい仲間だから。彼は週2回アップしてる。週に1回、1回でしょ。彼は2回です。あと毎日ね、週1回アップして14万でしょ。で、僕は週毎日やって18万な。もう負けてる、負けてるんだよ。負けてるから、もうやばい。なんか嫌だっつって。あ、そう。それは買いの、まあまあ買いの、しかり終わらそう。はい、じゃあちょっと向こうに行って全員移して、それで、すみません、皆さんで手を振っていただいて。どこに行くの？全員入るわ。あ、見たのか、入ったら、スタッフが。あ、スタッフなんか、こんにちは。スタッフ、これ。あ、全員、本番、こういうのは、目振るの？はい、ギリギリ入ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。